シアルブラザーズ、サタンの部屋。よくのけばモンストニュースまとめていくってやつだぜ。さあ、というわけで今回も毎週恒例モンストニュースまとめやっていくぜ。はい、ということで、ま、案外普通のモンストニュースだったな。で、豪絶でしたわ。新難易度は来ませんでした。あれ何だったんだろうな、マジで。で、去年は結構寸前で色々あったんだけど、直前生放送とか、今年はないみたいね。ログインプレゼントピックのガチャもなかったし、はい、まあどういうことなんだろうか。来週突然モンストニュースフラッシュとか来るのか、わかんないけども、はい、見ていきますか。まずは天魔の古城が出現、高難度挑戦ミッションというものが開催されるぜ。これ合計10バトル突破すると、星6確定ガチャが引けます。まあでもこれは限定対象ではありません。はい、10バトルだから、まあ1個を全部クリアしなくても、はい、ちょこちょこ貯めて、各クエストクリアして10バトル貯めれば引けるから、まあ絶対に引いておこう。はい、お次。はい、というわけでお次は、新イベント、スターダストエージェント4ということで、この3体やってくる、アルデバラン、アルビレオ、プロキオン。はい、で、このアルビレオに関しては、なんかね、ちょっと面白いことがあるから、後で解説していくぜ。はい、見ていきますか。まずは、アルデバラン。はい。反射&ゲージ、アジン、スピード型、ガイド、アビリティ、魔法陣ブースト、M、アンチ転送壁、状態異常回復、リジェネ、M、ゲージでアンチ減速壁、超重封じ、ストライクショットがターン12プラス12、貫通タイプになり、スピードとパワーがアップ、友情コンボ、ユナイトブリブリッツ、超絶ドライブパルスとなっているぜ。はい。まずは3ギミック対応していて、幅広くいけます。そのうち1つがアンチ転送壁で、今後転送壁絡みの活躍をするかもしれない。はい、現状では魔法陣ブースト M とアンチ減速壁で2回43適正となっているぜ。まあ、プラスであそこでは超重封じがボスに刺さるから、そういう点でも活躍できる。まあでも2回というよりはやっぱりこの転送壁を含んだ、まあ将来性ってとこだろうな。で、一応この3ギミック対応一緒なのがファウストのあのでっかい弾飛ばす砲撃型の方。まあそのファウストしかいないから、その活躍はしたとしても相当先だよな。まあ一緒のキャラいますよと。はい。で、魔法陣ブースト M が乗るこの友情コンボ、ユナイトブリブリッツと超絶ドライブパルス、まあ乗れば強力ですよというところだろうな。はい。まあ状態異常回復とオリジェネ M で、回復面もまあまあできますよと。はい。という感じになってるぜ。はい。お次は、アルビレオ、フロムスターダスト。はい、見ていきますか。貫通&ゲージ、アジン、バランス型クリティカル、アビリティ、超アンチダメージウォール、アンチ減速壁、シールドブレーカー、ピットンブレーカー、ゲージでアンチ転送壁、ダッシュ M、ストライクショットがターン16プラス8、スピードとパワーがアップ&弱点に触れるごとにパワーがアップ、友情コンボ、ハイクロススティンガー、超絶貫通ロックオン衝撃波6となってるぜ。はい、というわけで見ていきますか。まあ全体的には割ともらってんのかなという印象。はい、まずは3ギミック対応で幅広くいきます。そのうち1つがアンチ転送壁で、今後転送壁絡みの適性をもらうかもしれない。まあダメージウォール転送も減速壁転送も両方ともそんなに多いわけではないから、ハマったら怖いよなと。一応まあ現状適正で言うと、ダメージウォール減速壁で2回41適正となっているぜ。ダッシュ M もあって使いやすいんじゃないかな。でまあ3ギミックは、チェーンソーマンコラボのアキくんとだけ一緒。まあそこは考えなくていいでしょう。まあ本当に今後3ギミックが主流になっていくと思うから、これ常に考えなきゃいけないのは頭おかしくなるな。はい、殴り火力で言うと、超バラにクリティカル、超アンチダメージボールで上げていける。そして SS、これが16ターンで打てて、ジュズマルと一緒の弱点ドンで弱点に触れるごとにパワーがアップ。まあこれは強力な SS だよな。はい、まあシールドブレーカー、ビットンブレーカーもありますよというところで、まあ今現状2回ハマってはいるが、やっぱり将来戦とこかなというふうに思うぜ。まあ転送カビが怖いよねと。はい。お次は、プロキオン、フロムスターダスト。はい。貫通&ゲージ、アジン、パワー型クリティカル。アビリティ、超アンチ重力バリア、アンチワープ、源流封じ L。ゲージでアンチ減速壁、ドレイン。
ストライクショットがターン12プラス8、壁をすり抜け触れた最初の敵を乱打し、吹っ飛ばす。友情コンボが、超絶中距離核散弾9、グロースピアとなっているぜ。はい、というところで見ていくと、なんかまあ、パワー型なんだな、この人。で、3ギミック対応していて、はい、このギミック対応力でいくと、重力バリアと幻想壁で、強烈イグノーとかいけたり、他は超究極風ロンギヌスもいけるよな。はい、というところで、まあまあ、高難易度の適性を現状持っている。まあでもハマっているとこがそこかーっていう感じではあるんだけども、3ギミックで考えていくと結構少なくて、はい、3ギミックの対応では今後ちょっと怖いかなというところ、うん、現状ではヨミとアルセンのみが同じ3ギミック対応となっている。はい、で、友情コンボが源流封じ L が乗ってきますよと、まあパワー型で威力下がってんだけど、はい、源流封じ L が乗って、まあ高威力になります。その超絶中距離拡散弾級がマルプルギス重心化会が持っているものとなっている。まあキラーが乗れば強力になってくるのかなというところ。はい、で SS がアルセーヌと一緒、なんかギミックも一緒だし SS も一緒ということで、はい、というところなんだけども、この SS すごい殴るよな。ドド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 はい、まあ現状高難易度いくつかハマっている。まあでもそこでも優先するべきではないような感じ。まあでももらっている。でも3ギミック対応では今後怖いかもというところだよな。まあでも3ギミックは今2体ぐらいだから、まあそんなすぐではないでしょうというところかな、という感じで、はい、今回は確定パックあります。はい、3人ともまあ将来性というところで怖いところはあるよな。はい、前半2人はまあ転送壁持ってて、その活躍今後あるかもしれん。でも現状未開にハマっている。まあでも未開にハマったモンスターはその後高難易度ハマることがあるから、例えばぬかたの大君とか、まあというところで怖いのもあるし、まあ実際去年の今頃にシュブニグラスが登場して転送壁で天魔7にハマっているというところがある。まあそうだが、やっぱやっぱりモンドリ前ということでスルーでいいのかなというふうに思うぜ。まあ基本的に新イベントグワーって引かないよな、みんな。はい、というところで、まあ一番賢いのが、これ7月14日までやっているから、来週のモンドリのニュースを見ることができると。はい、というところでそれ見て判断するのがいいよな。でその14日から終わると、大型コラボ、おそらく大型コラボが始まると思うから、まあそれがね、考えておいてほしいぜ。はい、で、ま、一応言うと、今回のこの新イベント、いつもと違うのよ。というのが、はい、真ん中のアルビレオちゃん、この子がなんと、はい、VTuber として生放送をやってくみたいなのよ。はい、これ、モンスト放送局でライブ配信ということで、はい、このアルビレオちゃんが、初回配信より1ヶ月限定で様々なライブ配信を随時実施と。いうことで、はい、もう本日19時からやってんの。でも多分俺動画出す時もう終わってると思うから、そこで最新情報あったらこの動画でまとめておく。まあというところで、なんか、最新情報言ったりするかもしれんというところはあるんだけど、モンスト放送局だよな。これがモンストの公式 YouTube だったら危なかったけど、モンスト放送局の方ではそんなことはないと思うな。はい、というところで、以降の配信日程はその都度言っていきますよというところ。はい、だからまあこのモンスターが優遇されていく可能性も十分あるのかなというところ。だから、気をつけたい。で、それよりも何よりもみんなが思ったと思うのが、ホロライブコラボあるんかなっていうところだよな。まあ VTuber の、いや、俺、タワスカやってんだけど、タワスカの方でホロライブコラボがあったのよ。で、すげえ楽しかったし、めちゃくちゃ売り上げ出したらしいんだよな。だから、モンストの方でもする可能性全然あるのかなっていう、なんか、モンドリに、そのホロライブの、宝生マリンさんが、厳しさのやつで来るらしいし、なんかそういうお互いの歩み寄りが今あって、今後なんかあるんじゃないかなっていうふうには思ってしまうよな。はい、というわけで、次。はい、ということで、生放送もう終えたみたいで、はい、なんか普通に可愛かったよ。普通に可愛かった。で、最新情報とかはなかった。で、一応次回は7月1日、土曜日19時からとなってるみたい。はい、行ってみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ、降臨モンスター見ていこう。ホアジャオリン。なんかすげえイラストいいな、これ。なんかホアジャオってことこれ。マズリーロ、ドクミン。なんかまああるんかな、そういう
料理に使う香辛料みたいなのが。はい、でラックボーナス優待キャンペーン開催と嬉しい子。はい、オッケー。はい、ドリームデイズ開催記念のモンスター登場するドリスタールということで、これオラフラックではないのか、どういうことなんだろう。でこのクエスト要注意で、あの去年のトロピールだっけ、トロピールのクエストに天下五剣のね、その重心化しますよという伏線みたいなのがあって、剣が5個あったんだよな。今回も何かあるかもしれない。はい、ということでお次こういうイラストです。 OK、 キラキラ OK。 でなんかモンストグランプリのなんかあるみたいで、モンストグランプリの、ステージがモンストで遊べますよと、2日間ぐらい、はい、短い。 OK、 でこれオーブもらえるかもしれんな、全部クリアしたら。これね、一応見ておこう。はい、お次は豪鉄離れ小国やってきたぜ。はい、普通の豪鉄でした。まあこのタイミングで来ないということはもう当分来ないだろうな、新難易度は。はい、というところで、7月8日土曜日モンドリ内でやってきます。はい、でこれタイムシフト使えばモンストの日にできるのか。はい、ということになっているぜ。はい、お次、重心化界ギャラルホルン。なんかイラストすごい好きだわこれ。はい、ギャラルホルンさんがやってきました。見ると、もうラウドラをもうボコボコにしようと。そういうキャラクターですね。原用キラー M と重力バリアキラーが火力として乗ってきて殴っていける。ババーンって。で、超スピ、超アンチ重力バリアでめちゃくちゃ動いていけますよと。で、さらに SS でアクセラレータ状態にして敵に触れまくってブレ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 ってできますよと。はい、で、コネクトスキルも甘めだし、はい、それで、まあ殴っていって、上でその友情コンボ全敵超強メテオと新しいやつ入れて威力がまあ見込めるし、そのアタッチボム6も最後バリア割った後にバババってぶち込めるから、そういう意味でも友情コンボ結構入っていくのかなというふうに思うぜ。はい、まあ原用キラー M 他でなんか無理やり使えたりとかはそういうわけでもねえか。うん、で3ギミック対応力でいくと、これ3ギミックで見ると少なくて、はい、今後そこでの活躍もあるかもしれませんよというところで、まあ、うん、まあまあ、ラウドラにハマってもなっていうところなんだけど、まあ、ラウドラをボコボコにできますよというふうになっているぜ。はい。まあでも、その他のこの敵のアクセラレータ状態も SS 短短縮で早く打てるし、その、なんか、ね、活かせそうな感じは全然するけどな。はい、という感じになっているぜ。OK。で、なんか、ドリームデイズの、企画のやつ。あ、いや、オーケー。はい、で、会場ではこんな感じで、オリジナルフードが食べれますと。はい、まあ、俺はね、昔、唐揚げ買って唐揚げ落としたというね、ちょっと、嫌な思い出があるんだけど、はい、まあ、こんな感じで、はい、ソロモンが作ってくれたんかな？で、真ん中は、この、ハウスとか二人で、ナポリタンを作ってくれたんかな？はい、いいね。その二人の愛の。はい、で、一番右が、ケウサ。はい、ケウサ、経験値、たんまりカレー。ケウサのカレーこれ。ケウサ、ブリブリ。イラストこんな感じ。カウシーリアがいい。はい、オッケー。チケット。配信は、YouTube 公式、モンスト公式で見れる。Twitter でもなんか見れるっぽい。オッケー。協賛。はい、カプセルある。オーケー。で、次回のモンストニュースは、8日と9日。忘れなく。はい、最後にラッキモンとか、ラッキモンにジライアとイザナギがいることによって、めちゃくちゃナルトコラボ言われてる。トレンドにも入ってたな、マジで。いやー、まあ、ナルトコラボ来てくれたら、それは飛び上がるほど嬉しいけど、俺ほんとジョジョと同じぐらい好きだから、マジ、まあ、どうなるのか。はい。まあ、どうなるの。過去に、リゼロの時にここでクジラいっぱい出してってのあったけど、まあどうなのか、ちょっと皆さんの予想待ってるぜ。はい、というわけで、さよなら。